公認心理師っていうのはどういうお仕事になりますか？はい、公認心理師って、日本初の心理職の国家資格なんですね。公認心理法っていう法律があって、その公認心理師法に基づいて、心理学の専門的知識と技術を持って心の健康の保持増進のために働く専門職です。はい、今の時代でやっぱ必要な仕事になりますね。そうですね、やっぱり社会のニーズはもう年々高まっているというふうに思います。心理職のもとにおいでになる方って何らかのことで悩んでいたりとか、あるいは苦しい思いをしていらっしゃる方が多いんですけれども、その方が気持ちが楽になったり、ちょっとずつ元気になっていく様子を拝見すると、あ、少しお役に立ったかなと思ってやりがいを感じますね。はい、斉藤さんが公認心理師を目指したきっかけってどんなことがあるんですか？もともと中学生の時から、心理学っていう学問に興味があって、で、ケーキの切れない非行少年っていう少年院に入っている子たちのサポートをしている人 の、 本を読んで、自分もそういうふうに非行を犯してしまった子たちにサポートができたらなと思って。実際に大学に入られて1年間学ばれていかがでしたか？学んでいく中で、そのなんか一番最初はやっぱり自分が関わった人の人生をなんか変えたいとか、そういう思いがあったんですけど、そういうなんか自分が変えたいっていう思いはなんか意になんかちょっと傲慢になってしまうところもあるのかなっていうふうに思って、その人の選択を尊重するっていう形の方がいいのかなっていうふうな考えに変わりました。学んでいただきたいエッセンスをきちんと学んでくださったなと思って、とっても今嬉しいです。ありがとうございます。